はい、こんにちは、ルクです。本日はポールダンスの技ですね、レイバックという技をやっていこうと思います。足で挟んで手を離して逆さになる技です。ちょっと最初怖いかなと思うんですけれども、ゆっくりやっていきましょう。はい、ではまずレイバックの練習の仕方なんですが、下でポールに座ってみます。空気椅子ってありますよね、こういうクッキー椅子。膝下が90度になるように、まずはポールを股の間にしっかり入れまして、このクッキー椅子状態になります。で、この時に骨盤がこうならないようにちょっと内側に入れて、で、足をどっちか好きな方、いつも足を組む時に上になる方でいいので好きな方をクロスします。で、この状態でお腹を下に、で、こう座った状態になるとここでちょっと止まれるところがありますね。で、これがこう抜けると落ちちゃうので、まずはこうお腹をしっかり含んで座ってください。はい、この練習をします。そしたらボール登っていきます。真ん中ぐらいまで登りましょう。はい、右足をかけて膝と足首でプッシュして登ります。で、真ん中ぐらいまで登ったら、さっきのようにポールをしっかり股の間にしっかり深く入れます。で、お腹をグッと入れて足をクロス。で、この時にこれさっきと同じ状態になるので、この状態までできたら上の足の膝の下を手首とか足首を手で持ってください。で、手前に引きます。で、この時にここの膝の内側にポールが来るので、この手は絶対に離さないでください。このまま後ろに引いてロールダウンします。ロールダウンで、体をだんだん下げていきます。こういう感じになります。はい、で、上の手を離してバック、で、上がります。はい、ありがとうございます。レイバックの仕方でした。これですね、しっかり足首持ってるのを離さないように自分の方に手前に引いてゆっくりダウンしていけば大丈夫ですので、これいきなりね両方離すとそのまま落ちてしまう可能性があるので気をつけて練習してください。他にもねやりたい技ある方はどんどんコメントください。じゃあ練習頑張ってください。